サリバン軍はアメリカ合衆国テネシー州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は156,823人であり、2000年の153,048人から2.5%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域であるブラウントビルであり、同軍で人口最大の都市はジョンソンシティ市である。 1779年に軍が設立された時は、ノースカロライナ州の軍だった。1784年から1788年は、公式には認められなかったフランクリン国に属していた。サリバン軍は、バージニア州にもまたがるキングスポート、ブリストルブリストル大都市圏に属している。また、ジョンソンシティキングスポートブリストル広域都市圏にも、入っている。 通常トライシティーズ地域と呼ばれている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は430平方マイルであり、このうち陸地413平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は3.88%である。東のカーター軍及びジョンソン軍との軍境は、ホルストン山の尾根と定義されている。モリル洞窟。 別名ウォーライズ洞窟はテネシー州立自然地域である。この洞窟は長さ4.4マイルまで探検され、東テネシーでは2番目、アメリカ合衆国の中では177番目となっている。ホルストン川の南岸、ブラフシティからは東に2.5マイルの位置にある。南北戦争の時は弾薬の主成分となる小石の産地だった。その採掘を行った痕跡が、 道内に残っており、除去された大量の小石を含む泥、泥の中のピッケルの痕跡、甲府が使った成功な行動が見られる。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スティーブ・ゴッドシーが軍長である。軍政委員会は24人の委員がいる。2010年まで委員は無党派選挙で選ばれていたが、軍の共和党が、 予備選挙を導入することを決めた後、党派選挙に変わった。ありがとうございます。